現在作戦遂行中の全機一斉。クラークソン代表の停戦交渉により、ニューコムとゼネラルリソースの間に停戦協定が結ばれた。全機攻撃を中止し帰還せよ。どうにも間の悪い話じゃないか。ここでの停戦など老人どもが決めたまやかし。時代はすでに変化を望んだ。そう思わないか？ディジョン、一度しか言わない。お前がこの世界で何かをしたいのなら、ユーピオはただの階段に過ぎない。もしその気があるのなら、このままゼネラルに来い。その勇気がお前にあるのなら、私が新しい道を作る。ゼネラルのエース、気でも違ったの？ねえ、これ合わない。こいつを移籍させる気か？危険だ。危険のない賭けなど。サーフのエース、どうする？ゼネラルに来るか？行ってはダメ。あなたはユーピオのパイロットなんだから。リファイル。着陸するぞ。ランディング。ゼネラルグループの一員としての誇りを胸に刻み、これまで以上の活躍をしてほしい。我々のグループは。こんばんは。ゼネラルニューストゥデイの時間、カール・ラーソンです。こんばんは、セリス・クリスティです。まず最初はフォートグレース空港に緊急着陸した戦闘機についての話題から。はい、お伝えします。昨日未明、ゼネラルリソースのフォートグレイス空港上空に一機の戦闘機が突然現れ、数分後第三滑走路に緊急着陸しました。当初は所属不明とも伝えられていた同機は、ゼネラルリソース航空警備保障による取り調べの結果、ユーピオ治安維持部隊所属の戦闘機と判明。この着陸の目的は同機搭乗員のゼネラルリソースへの移籍とみられており、ゼネラルリソース航空警備保障では現在も搭乗員から詳しい事情を聞いています。さて、皆さんの中にはこのニュースを聞き、なぜこの戦闘機はフォートグレース空港上空に現れるまで一度もゼネラルリソース側の警戒システムに発見されずに飛行できたのかと疑問に思う方もおられるのではないでしょうか。もしもこのようにして戦闘機が簡単に警戒システムをくぐり抜け、ゼネラルリソース側の空港に着陸することができるならば、我々は知らず知らずのうちに大変な危険と隣り合わせで暮らしているとも考えられますよね。はい、まさにその通りですね。そこで我々としてはゼネラルリソース本社に特別な取材許可を申請しました。その結果、今回は
なんとゼネラルリソース防衛部隊隊長アビサル・ディジョン氏が先ほどビデオフォンを通じて我々の疑問に直接答えてくれました。それでは早速その模様を VTR でご覧ください。今回我々の警戒システムが作動しなかったのは、我々と着陸した戦闘機のパイロットとの間で事前に連絡を取った上でのあくまで計画的な着陸だったからであり、ゼネラルの防空には報道されているような問題は何も生じていませんので安心してください。今回のゴタゴタは空港に設置されたカメラの捉えた映像が一部の報道機関に流出してしまったのが発端と言えるでしょう。我々としてはこのような映像が流出していたことこそ大きな問題であると考えており、現在この原因を調査しています。ということはこの遺跡劇は最初から計画的なものだったんですか？ゼネラルリソースとしてはユーピオとの協力関係もあるわけですから、この遺跡劇は極秘のうちに終わらせたかったのでしょう。関係者からの話によると、着陸した戦闘機の搭乗員はとても優秀な人材のようですね。しかし同じゼネラルリソースのエースパイロットでありディジョン氏とは長年チームを組んでいるキース・ブライアン氏の意見を聞くと、どうやら微妙なズレがあるようです。あ、例の戦闘機いいか、大体がなユーピオの腰抜けの中でできるってだけのやつが我らがゼネラルのメンバーとして通用するか。まあとりあえずお手並み拝見ってとこだな。で、お前らちゃんと取材許可取ってんのか？まず私の言葉を信じ強引な誘いに応じてくれたことを心から感謝している。君が見せたこれまでの活躍は堕落したユーピオの駒にしておくにはあまりに惜しい腕だ。我々は今こそ変革の時を迎えようとしている。胸に大いなる理想を秘めて戦うべき時である。世界は時に血をもって変えなくては動かないものだ。私を信じてほしい。さて、今後君は私の直属部隊に配属される。君にはイーグルプラスとセイカーファルコンを用意してある。その腕を存分に生かしてもらおう。期待している。戦況が我々ゼネラルリソース優位に傾いているこの機に乗じ、ユーコムの航空基地を強襲する。停戦下での作戦行動となるため攻撃開始後はユーコムはもとよりユーピオとも交戦状態に入ることは免れない。確認そのつもりで作戦に臨んでもらいたい。
入庫部戦闘部隊の離陸を確認。施設を含めこれら全てを破壊せよ。また見せてくれたな。強引に上を説得し君を配属した私も嬉しい。しかしまだゼネラルの中にはユーピオから来た君を心よく思っていない輩もいることは確かだ。ただこの調子であればやがて誰もが君を認めざるを得ない時が来るだろう。この紛争はますます激化する。我々の出番はまたすぐやってくる。それまでは翼を休めておいてくれ。では我々にとって科学の力は大いなる繁栄をもたらし多くの恩恵を与えてくれる。しかし同時に科学の暴走は地球環境の破壊や災害を引き起こし人類全体を滅ぼすほどの力を秘めている。今回のレポートでもご覧いただいたようにニューコムが掲げている科学者の夢はナノテクノロジーや宇宙開発、マイクロ波発電などという具体的な脅威となって人類全体を巻き込もうとしている。私たちグローバルウェイは何も新しい技術の全てを否定しているわけではありません。その証拠に私は車にも乗るしスフィアのアカウントも取得しています。しかしニューコムの科学者たちは自分たちの夢を実現するためには手段を選ばない。ニューコムの科学者たちはゼネラルリソースで異端児集団と言われていたことからも分かるように十分な実験期間も取らずに大規模な範囲で新しい技術を実用化しようとしている。その危険性に対して情報公開を求めて活動しているのです。そうです、私たちは何にでも反対することを生きがいにするような団体ではありません。それだけは分かってほしいと思っています。you
よし、ユリ。確かにお前の腕はゼネラルでも中の下ぐらいであることは認めてやる。だがな、ディジョンにちょっとばかし気に入られているからってでかい顔はするな。お前と奴ではレベルが全く違う。俺にはまだ奴がどういうつもりでお前を直属の部下にしたのか理解できんのだ。お前が来る前でも俺と奴で十分だったんだ。まあそれは俺の気分だからお前が気にすることではないかな。お前がヘマをすればディジョンが責任をかぶるってことを忘れるなよ。じゃあ。もうキースからのメールは見ただろう。ヤツのことは気にしなくていい。ヤツと私はこれまでずっと二人でチームを組んできた間柄だ。まあいい腕を持っているし、ゼネラルでは屈指の実戦経験者ではある。ただその分思い込みの激しいヤツで、今回の君をこちらに入れた件ではちょっとあった。気分屋のところもあるが、戦場ではヤツほどの度胸があるパイロットはいない。ヤツと飛ぶのは君にとっていい経験になるだろう。それではまた上空で会うのを楽しみにしている。今回の作戦は海上移動都市メガフロートの制圧である。海上都市の体裁を取ってはいるが、実質上はニルコム艦隊の作戦基地となっている。この基地が我々の脅威となる前に先制攻撃をかける。直ちに出撃しメガフロート制御中枢施設を破壊せよ。作戦はクリアした。どうやらキースとの連携もうまくできたようだ。ヤスも君の実力を評価していた。この調子でこれからも頼む。我々の戦いはまだ始まったばかりだ。メガフロートの一件でニューコム側もかなりの軍事力を持っていることが君にも分かっただろう。ではなんだ、まだ戻ってないのか。
お前は戦いの基本がスピードにあることぐらいは知っているらしいな。どうやら俺は誤解していたようだ。俺は実力のある奴を素直に認めるだけの度量はあるつもりでいる。今後もお前の実力を俺たちに見せてくれ。じゃあな、また連絡する。こちらはスフィア放送大学です。さて、今月の近代史への招待は政治と経済の交差点と題してお送りしています。第3回のテーマはゼネラルリソースの誕生とその台頭にスポットを当て、国家レベルでの政治と司法が権力構造の頂点だった時代がいかにして終焉を迎え、現在のような多国籍企業による企業権力の時代に突入したのかを探っていくことにしましょう。しかし、ここで忘れてはならないのは、歴史を古代にまで遡ってみると、常に直接的な形ではないにしろ、経済による何らかの権力構造はあったということです。宗教、司法、政治の影に隠れてはいても、我々人間が貨幣という流通方式を使用した時点で、時代の権力は経済状態の優劣に左右されていたと言えるでしょう。特に顕著なのは、共産主義の衰退と資本主義の時代。それはまさに理想的な思想が経済によって駆逐された歴史的な瞬間ではないでしょうか。しかも今、時代はその経済でさえ脅かす科学技術の登場によって、また新たな火種を世界に広げているのです。今水面下では両者の間で現場を無視した権力構想が続いているようだ。誰の目から見ても現状での停戦など愚か者のあがきに過ぎない。そんなことにも気づかないデスクワーク組らしい努力じゃないか。しかしそのような行為は時代が変革を求めている今、我々にとって前時代的な足かせに過ぎん。そう思わないか。我が部署は独自のルートでそんな奴らの息の根を止める情報を手に入れた。少し強引な痛みを伴う作業となるだろうが、誰かがやらねばならない。それが翼を持つ者の責任だ。我々の使命を果たすために行こう。後の命令に従い飛び立ってほしい。もう格納庫はチェックしたか。俺たちの部署に新しい2タイプの戦闘機が届いているそうだ。まあこれまでの戦闘機でも十分だったが、これからの戦いに備えて新装備の機体を試しておくべきだな。いやいや、技術部の連中も本腰入れてきたようだな。奴らのデータ採集でも手伝ってやるとするか。ニューコム空域に向かって隠密飛行中の機体の動きを捉えた。ニューコム側にとって重要な情報を握る人物が登場しており、その接触はぜひとも阻止しておかなければならない。なお少数ではあるが護衛機の存在を確認しており、光線も予想され、速やかに行動し任務を遂行してもらいたい。ゼネラルリソース機に通、これ以上接近すれば攻撃する。退去せよ。やはり落とすしかないな。敵の護衛は少数だ。手短に決める。寝首を掻くようで乗らないがな。その甘さが破滅を招く。インゲージ。Thank you.
君が受け継ぐ。偽りの平和を願う者たち、目覚めるがいい。気分はどうだ？鈍重な大型機の撃墜は確かに後味は悪いだろう。しかし我々は必要な時に血を見るのをためらってはいけない。この刺激は必ず世界中のダミンを貪る連中にも現実の叫びとして届くだろう。まだまだ我々の叫びは続く。この世界を変えるまでだ。君には私を信じてほしい。それだけだ。おい、気がついているか？最近の命令内容、どうやらディジョンが関わってるらしいって話なんだ。なんか雲行きが怪しいと思わないか？俺も少し奴の近辺を調べてみるが、お前も気がついたことがあったら俺に教えてくれ。頼んだ。それじゃあまたな。